はい、今日もあなたと百姓天国、本日は2020年の3月27日ということで、はい、今日はね、農協さんの某施設のライスセンターというところにね、もみ殻を、はい、取りに来ております。こんな感じで上からババババ、まあ、もみ殻はね、こうやってタダで場所によってはね、いただけるということで、今日は雨なんでね、今日こんな感じでずっと雨ですから、ちょっとね、もう体がちょっと疲れてきてて、この雨を利用してこういうことをやりつつ、あれが欲しいんだけどな、うん、こうプラスチックのどう入れたらいいんでしょうかって感じですけど、今日でも多分これあんまり取りに来てる人いない感じがするね。じゃあ、あなたそれ、あなたそっち側でほら、そうそうそう、それ入れて。今日は初めてね、取りに来たんでね、どういう感じなのか、ちょっと、まあ、うちはもみ殻ね、例えば、もう畑にそのまま入れたり、かぼちゃ類の定食なんかでもね、山ほど使いますんでね。千葉の時代はね、さつまいも農家さんがいらっしゃって、それでいくらでもまあね、いただいたりできたんですけど、まあ軽トラをね、横付けにして、ただこういう何かにね、入れないと持ち運びだとかいろんな面がね、不便なので、あれなんですけどもね、本当は入れるときにこうプラスチックのね、板を刺してやるのが常識ではあるんですが、そうだよ、今回はそうそう、ずんずんなくなったら上から降ってくるんだよ。昔ね、軽トラを横付けにして上からズボーンってやってね、一瞬で3秒ぐらいで埋まるっていう、うん、昔いたところではそうだったけど、もみ殻もね、ちゃんと使えばね、燻炭にできたりとか、これ自体をね、畑にすき込んでも、まあ、刃物をやるときにね、はしきがじゃあ、すぐには分解しませんからね、土作りには。ただ、普通にキャベツとか白菜を植えたりするような、そういう定食する畑では、全然ね、もみ殻自体はね、ゆっくりゆっくりね、分解していく形になりますんで、そのまま畑にすき込んじゃってもね、全然いいんですけど、まあ、いわゆる炭素循環農法の一環ではあると思うんですけどもね。この愛知のね、場所ではやっぱりちょっと粘土質が多いところありますんでね、これをまあ軽トラに積み込んで、そのまま軽トラで畑にぶちまけるっていう形でもいいですけどね。でもここだったら 2トンは入んないもんね、そこね。だから軽トラでも入んないのか。でもその真ん中のやつを外せば多分軽トラ入るのでね。という感じですか。あんまり入れると持てないっていうことは、何かな、とりあえずまあ今回はね、様子見なんですけど、まあまあ時間ある時にでも来ようかとは思ってるんですけども、よいしょ、今日は寒いね、一転してね。まあでも今日はね、ちょっと一日少しゆっくりさせていただいて。腰が痛い？すごいね。何キロ？さあな。あんまり入れると運べないっていう可能性がありますね。これぐらいまでしておきますか。よいしょ。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。ここを持つのか。もうちょっと簡単なね、土の袋の大きいやつが売ってるかと思ったら、ホームセンター行ったら売ってなくて。よいしょよいしょ。よっこらね。よいしょ。重い重い。
意外ともみ殻もねこうしてみると重いわけでございまして、よいしょ、どうですか箱盤にもみ殻が今日はちょっととりあえずね、最初なので、まあこれだったらいくらでも、うん、あのそうそう、あんまり入れるとこぼれちゃうから一応こうやって、もうダメだじゃん、そんな重くない、重いわ、まあこんなもんでいいんちゃうか、いい、うん、はい、じゃあ持ってって、はい、私こっちやる運べよ、はいはいはい、よいしょ、まあとりあえずはね今日はしばらく これからかぼちゃズッキーニあたりのね、あの こっち持ってきてよ、こっち、はいはい、はいはい、やっぱプレル、あの入れるこうプラスチックがないと難しいね、そう上からね、だからあれなんだよ、あのこういう、そうだから上のサイロに落ちると人間だったらそう窒息する可能性があるから危ないよ、だからもがけばもがくほど落ちてっちゃうので、うん、そう非常にね危ないんですよ、サイロってだから危険なんですよ、よくね牧草だとかこういうもみ殻をね入れたりする場所ではありますが、普通もみ殻もらうのってこうやってあるの、うん、だいたいこういう風に農協さんではね、うん、いろんなところこんなもんか、すごい、そしたら最後ちょっと綺麗に片付けて、よいしょ、今日はとりあえずねちょっと少量ですけども、とりあえず今日は、はいね、次の方のためにも綺麗にしてね、つってもあんまり大して綺麗にはならんけど、まあまあいいんじゃないですか、はいはい、ということでね、今日は別に全然大したことない動画でございましたが、はいはい、ということで以上終了、いよ、ということで今日は以上ね、もみ殻を取りに来ましたってだけで何の大した意味もない動画でございましたが、ね、家庭菜園やってる人なんかはね全然いいよね、もみ殻だからこうやってただで使えるね、このもみ殻を中心にまあ焼いて燻炭にしてそれを入れるだけでも土作りとしては抜群ですからね、まあ本当に、うん、これを思うと本当に多分家庭菜園でこれもみ殻入れてもみ殻とぬかと何かを発酵させてねぼかしで使うだけでもそれで十分ですよね、ということで以上、ね、今日はもみ殻を取りに来たっていうだけの動画でした。